コールスにウクライナにおけるコールスニ・シェウチェーン・キウシクウィーの1。コールスニ・シェウチェーン・キウシクウィーは、ウクライナのチェルカー水州コールスニ・シェウチェーン・キウシクウィー、地区にある都市。ロウシガワガシに位置する。1944年まで、コールスにと呼ばれた。面積は、約118.65平方キロメートル。人口は18,266人。 ロ子側の歌詞に建てられたキエフ大公国時代の公の像。コールスニに,におけるロプヒーン家の旧屋敷コールスニシェウチェーンキウシコイィの氏名はルーシ人がクリミアのコールスニと呼んだケルソネソスとウクライナの国民詩人タラースシェウチェーンコの名字に由来する。コールスニは1032年にキエフ大公国のヤロスラウ健康によって 金殺族の来襲から守る要塞として創建された。12世紀に要塞の下に町が形成され、1195年からキエフ公国の行政単位であるコールスに公国の中心地となった。1240年に要塞と町はモンゴル帝国の軍勢によって破壊され荒れ果てた。14世紀にリトアニア大公国がキエフ地方を攻略すると、 コールスニの要塞を再建し、南方の遊牧民の攻撃を防ぐ要害とした。それ以後のコールスニは大公国の重要な軍事拠点となり、ウクライナの地域を守護するウクライナコサックの町として発達した。1569年、ポーランド・リトアニア共和国の成立に伴い、コールスニはポーランド王国に属することとなり、 1585年に王から自治権を賜った。17世紀前半に、コールスにはコサックによる反政府放棄の中心地の一つであった。1648年、フメリニツキーの乱の際に、町の周辺では、ウクライナコサックとポーランド政府軍の間に大きな合戦が行われた。1649年以後、コールスにはコサック国家、 コールスニ連隊の連隊長所在地となった。1667年に町は再び、ポーランド側に属するようになったが、18世紀後期までに、コサックやハイダーマーカなどの反乱者の拠点であり続けた。1793年に、コールスには、ロシア帝国の支配下に置かれた。町は、ロシアの貴族、ロプヒーン家のものとなった。 ロシアはコサックを廃止して、濃度制度を導入したため、コールスニの町人と地域農民は、しばしばコサック復帰と自由権を求めて、暴動や反乱などを起こした。ロプヒーン家の資金によって、町は大きく発展し、20世紀初頭に、ロシア帝国における、化学産業、とりわけ塗料製造の中心地であった。1917年11月に、 コールスにはウクライナ人民共和国の都市となったが、1918年2月に、ソビエトロシアのボリシェビキによって占領された。同年4月に、ウクライナ政権は、コールスニを取り戻したが、1919年12月に、ボリシェビキが再び攻め入り、都市を支配下に置いた。コールスにはウクライナ社会主義ソビエト共和国、チェルカースイ州に属するようになった。 1938年の市政施行により、コールスニ町は、コールスニ市となった。1941年7月30日、第二次世界大戦の時、コールスニは、ナチスドイツ軍によって占領された。1944年1月から2月にかけて、ソ連軍は、コールスニ作戦を行い、2月14日に町を奪い返した。その後、 コールスニシェウチェンキウシキウに改名された。1991年、ソビエト連邦の崩壊に伴い、コールスには独立したウクライナの都市となった。造紙工場、アスファルト工場、裁縫工場、建材工場。ありがとうございます。